皆さんこんにちは。近年、女子アスリートに対する写真撮影の被害や画像の拡散等が問題視されていますよね。陸上競技やバレーボール、フィギュアスケートやビーチバレーなど、さまざまな競技で被害の声が相次いでいます。そこで今回は、女子アスリートのユニフォームや下着問題に焦点を当てて詳しく見ていきたいと思います。陸上競技、フィギュアスケート、ビーチバレー、バスケットボールの4種目を順番に見ていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。まず陸上競技です。陸上競技はアマチュアの選手でもほとんどが上下分かれたセパレートタイプのユニフォームを着用しています。そうすると必然的にお腹や足が露出してしまうため、撮影の被害に遭うことが多いようです。しかもその標的は実業団などに所属する選手だけでなく、高校生や大学生などの学生も含まれているとか、純粋に競技に専念している選手にとって不本意な形での写真撮影や拡散はとても辛いものですよね。そもそもなぜ陸上競技の選手はこのようなセパレートタイプのユニフォームを着用するのでしょうか。以前の陸上競技の選手はランニングシャツとランニングパンツが定番とされており、露出も今ほど多くはありませんでした。しかしランニングシャツの場合、胸の下の部分の空気抵抗が大きくなってしまい、競技をする上で邪魔になります。さらに選手によってはシャツの無駄な動きが気になってしまう選手もいるそうです。確かにシャツだと体以外の余白部分の布が動いたり、肩周りが風によって動きにくく感じる可能性がありますよね。そのためランニングシャツではなくセパレートタイプのユニフォームを着用すると 100m のタイムを 0.1 秒も縮めることができると言われているとか、 0.01 秒を争う陸上競技において 0.1 秒はとても大きなタイムですよね。これらの影響から最近はタイムを優先してセパレートタイプのユニフォームを着用する選手が増えているようです。ちなみに最初にセパレートタイプのユニフォームを着用した選手は明らかになっていません。ただ2000年のシドニーオリンピックではすでにセパレートタイプを着用している選手がいたようなので、1990年代から少しずつ着用が増えてきたと思われます。日本では2003年頃から徐々に増えていっているようなので、今後もさらにセパレートタイプのユニフォームが増えていくのではないでしょうか。ちなみに中に着用する下着は下着とタイツが一体となったものを着用する人が多いようです。普通の下着を着用しているとラインが出たり動いた時に見えてしまう可能性がありますもんね。純粋な競技面だけでなく個人のプライバシーを守るためにも徹底して気をつけられているようです。続いてはフィギュアスケートです。フィギュアスケートといえばもともとぴっちりしたユニフォームのため下着のラインや透けなどが気になりますよね。ただ選手の演技を見ていて実際に下着のラインが見えていたり透けている場面は目撃することがありません。ではフィギュアスケートの選手はどのようにして下着問題の対策をとっているのでしょうか。結果からお伝えすると、下着が一体となった肌色のタイツを履く選手と下着を着用しない選手で分かれているようです。中でも日本人選手は下着が一体となったタイツを着用する選手が多いとか、逆に海外の選手の多くは下着のラインや透けを気にして下着を着用しない選手が多いそうです。フィギュアスケートにおいては下着が見えることは下品なこととされ、減点にも値するものだと言われています。そのため男女関係なく下着にはかなり気を使って競技に挑んでいるようですね。ちなみに女子選手のブラジャーは着用しないわけにもいかないため、透明なブラストラップを着用したり、あえてラメ入りのストラップなどで衣装として着用するなどの工夫があるそうです。ユニフォームの装飾だけでなく細かい部分までも考えてユニフォーム作りが行われているようですね。次の種目はビーチバレーです。ビーチバレーといえば女子選手はビキニタイプの水着ユニフォームを着て試合に挑んでいる印象ですよね。かなり激しいスポーツで飛び込んだりジャンプしたりする場面も多い中、ビキニの小ささには見ていてヒヤッとする場面も多いです。
そんなビーチバレーで水着がユニフォームとして認められたのは1994年のことでした。ただ1996年のアトランタオリンピックでは上下セパレートタイプではあるものの、パンツはへそ下5センチメートルほどのハイウエストなデザインが主流だったようです。そのため今よりも肌の露出が少ないデザインでした。しかしその後2004年のアテネオリンピックではタンクトップとブリーフのセパレートタイプのユニフォーム、もしくは上下一体型のユニフォーム、さらにサイズ感は体にぴったりとしたもので、胸の上部は大きく開いたものという規定が採用されました。このあたりから今のビーチバレーのユニフォームのような露出が増えていったことがうかがえます。ただユニフォームが小さくなればなるほど競技中の水着のズレなどが心配になってきますよね。選手は中でも透けや下着のライン、さらには衛生面にも気を使っているようです。そのためこれらの対策としてユニフォームの中にインナーショーツを着用しているとか、競技中に砂が自分の体内に入ることを防ぐにはこのインナーショーツの着用がとても重要です。どうしても砂の中には雑菌やゴミなどが混じっているため、自分自身の体を守るためにも欠かせません。さらに常にアンダーヘアにも気を使い、水着がずれた時にアンダーヘアが見えないよう工夫されているそうです。ただこれだけ気にしているのであれば、そもそも水着を少し大きくすればいいのではないかと思いますよね。しかしビーチバレーは砂の上で激しく動くスポーツのため、ユニフォームの生地には汗や雨で砂がまとわりつきます。それを考えるとできるだけ軽量でなおかつ動きやすさを取るためにも水着が小さい方がプレーしやすいのだとか。さらにビーチバレー界では水着が小さいことはかっこいいという風習があるそうです。相手に自分のビーチバレーの経験の長さなどをアピールする材料になるそうで、強くなればなるほど水着が小さくなると明かされています。この風習は面白いものの、確かに納得いきますよね。世界で活躍するアスリートは特にこのような見た目のかっこよさなどもかなり意識してくると思います。このような流れから日本でもビキニタイプのユニフォームを着用する選手が増えているようですね。最後にバスケットボールです。バスケットボールは一見露出があまり多くないユニフォームのスポーツと思われますが、実は女子は脇口のデザインが工夫されています。というのも男子のような脇口が広く開いたデザインだと腕を上げた時に横から下着が見えてしまいますよね。そのため最近ではブラストッパーがついたユニフォームに注目が集まっているとか、さらに女子選手は汗によって下着が透けることを防ぐためインナーを着用している人も多いそうです。確かに汗でユニフォームが体に張り付くと下着のラインや透けがどうしても気になってしまいますよね。そのため見えても問題のないインナーを重ねてプレー中は余計な心配をしなくていいように対策しているようです。どの競技も下着の透けやラインなどにはかなり気を使っており、それぞれ専用のインナーやデザインなどで工夫されているようですね。各メーカーからも競技以外でかかる余計な負担を少しでも軽減し、より選手が競技に専念できるようなインナーが続々と開発されているようです。今後もアスリートの活躍に注目していきたいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。